日向坂46斉藤京子、本当に許せない NG 行動を明かす気持ちがわからなくて。11月13日放送のテレビ朝日系、キョコロヒーに出演した日向坂46斉藤京子が、許せない行動について明かした。この日、番組にゲスト出演したウエンツ瑛士が、とにかくドタキャンが嫌いなんですよ、と話す場面があった。これを聞いた斉藤は、本当に、ドタキャンは私も NG なんですよ。ドタキャンする人の気持ちがわからなくて、熱出たなら本当に熱出た写真をくれよって、まあ、そこまではあれですけど、と切り出した。バル、続けて、なんかその、約束した時点でドタキャンする予定だったよね、って思っちゃうんですよね。ドタキャンすればいいって思って、いいよ、って前日言ったんでしょっていう、じゃあどうする、って言った時点で、ごめん。ちょっといけない、って普通に言ってくれた方がありがたいですよね。ドタキャンっていう最終手段を取るのは本当に許せない、と明かし、ウエンツ瑛士と意気投合した様子を見せていた。